皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回もゆっくり解説をやっていくぜ。高評価、チャンネル登録、拡散もよろしくね。今回は1年 A 組のまとめをやっていくぜ。お願いします。ということで始めていくぜ。ヒロアカにおける1年 A 組は雄英高校ヒーロー科の1年 A 組のことを指すぜ。主人公、緑谷出久が所属するヒーロー志望の少年少女たちが集まるクラスだぜ。ここの実力はプロからも高く評価されており、本来2年時に取得する仮免を1年時で全員取得しており、将来を有望視されているぜ。担当は相沢翔太だぜ。ヒーロー科は A 組と B 組があるが、定員は20名ずつで A 組は20人いるぜ。A 組だけでもかなり人数がいるわね。A 組、B 組だけで40人もいるし平等に活躍させるとか無理ゲーね。そうだな。1年だけで40人いるため、平等に活躍させるのは厳しいのか影の薄いキャラが多いぜ。また、2、3年生の生徒もほとんど登場しないぜ。基本的に1年 A 組のメンバーを中心としたヴィランとの構想がメインで、A 組以外は物語の蚊帳の外になることが多いぜ。B 組なんか剣道と物も以外覚えなくても物語にほぼ支障がないぜ。キャラ一人一人はいいけど持て余してる感がすごいわよね。A 組内ですらキャラを持て余してる奴がいるからな。B 組までキャラを活躍させてる余裕なんてないんだろうぜ。UA 以外のヒーロー育成高校も多数存在するようだが、基本 UA 以外蚊帳の外だぜ。言うても UA 以外のプロヒーローも多数存在してるぜ。ただ、UA 出身以外のプロヒーローは全体的に質が低い傾向にあるぜ。入学当初からたびたびヴィランの襲撃を受けており、世間から良くも悪くも注目を集めているぜ。まあ、私決高校は UA に並ぶヒーロー育成高校らしいし、UA じゃなくても優秀なヒーローはいるけど、トップヒーローは大概 UA よね。ということでここからは A 組の生徒を軽く紹介していくぜ。出欠番号順に紹介していくぜ。お願いします。最初に紹介するのは青山優雅だぜ。不思議な雰囲気を漂わせてるナルシストな人物だぜ。個性はネビルレーザーであり、へそからビームを放って攻撃するぜ。ちなみに個性と体質が合っていないらしく、個性を使いまくると腹痛を起こすぜ。ただ、話が進むごとに体が慣れてきたのか腹痛を起こす描写が少なくなってるぜ。ちなみにヒロアカのキャラは個性と名前が一致してることが多いが、彼は珍しく一致してないぜ。青山は謎が多いわよね。アシドミな。元気はつらつな少女で、A 組のムードメーカーだぜ。コミュニケーションは高めだが、それゆえに対立は避けようとするぜ。ヒーローを志してるだけあり、ヴィランにも果敢に立ち向かえる勇気があるぜ。個性は3であり、体中から妖怪液を出せるぜ。彼女自身身体能力が高く、接近戦を行うことも多く、割と武闘派だぜ。ただし、勉強はあまり得意ではないようだぜ。言うても UA に入れてるあたり、頭はいいんでしょうけどね。アスイツユー。クレバーな性格で基本的に無表情だが割と茶目っ気のある人物だぜ。友達にはツユちゃんと呼んでほしいらしいぜ。他人にはちゃん付けで呼ぶことが多いぜ。逆にヴィランに呼ばれるのは嫌のようだぜ。見た目がカエルなんだが、カエルの可愛さをいい感じに活かせてるナイスデザインであり、原作者のセンスの良さが如実に現れてるキャラと言えるぜ。個性は見たまんまカエルであり、カエルにできることは何でもできるぜ。初期の頃かなり人気だったわよね。飯田天也。委員長気質な人物で A 組の実質的なリーダーだぜ。真面目すぎるゆえに変な行動を取ることが多く、真面目バカと言える人物だな。個性はエンジンだぜ。詳しい内容は別で動画を上げてるのでそっちを見てくれだぜ。そうね、うららかお茶子。本作のヒロインであり、明るい性格だぜ。個性はゼログラビティだぜ。こちらも詳しい内容は個別で動画を上げてるのでそっちを見てくれだぜ。いい感じに芋臭くて好き。おじろましらを。性格的にも優しく朴訥としており、周囲に何を言われても怒った様子はほとんど見せないぜ。個性は尻尾だぜ。頑丈で力強い尻尾が生えており、シンプルだが攻撃、防御の両方に活用できるオールラウンドな個性だぜ。一方で、本人の性格と個性ゆえに全体的に地味な印象が目立つぜ。本人も地味なことは気にしてるらしいぜ。まあ、他の A 組メンバーが濃いから仕方ないな。地味だけど印象に残りやすいキャラではあるわよね。雷電気。ノリが軽いお調子者で、クラス内ではムードメーカー的な立ち位置として、アシドや霧島と共に校内イベントの盛り上げ役となっているぜ。若者らしく流行り物に敏感で、学生寮の自室には雑誌やスケボー、
スニーカー、T シャツ等と本人が気に入って購入したグッズが手当たり次第に並べられているぜ。個性は帯電であり、体に電気を帯電させて放出させることができるぜ。だが許容量を超えると行動不能になり、アホ面になるぜ。電気系の個性なの強いわね。霧島栄次郎。明朗快活な熱い男で、クラスのムードメーカーだぜ。男気を何よりも大切にしており、結構熱苦しい人物だぜ。基本的に常識人なので突っ込み役に回ることが多いが、変なところで男らしいと感動してしまい、周囲に困惑されることもしばしばあるぜ。個性は高価であり、圧倒的防御力を誇るぜ。この効果を使った近接格闘が彼の基本戦術だぜ。霧島はいつか動画で詳しくやる予定だぜ。そういうことなのでよろしくね。高田浩二。容姿に反して引っ込み思案で口下手だぜ。肉声で会話をすることが少なく、手話に似た手振りで意思疎通するぜ。口数が多い方ではない常闇からも無口と評されているぜ。おとなしい性格で、触れ合いヒーローという肩書きからも自然や動物を愛する心優しい一面が伺えるが、虫は苦手だぜ。個性は生き物ボイスで、直接声に出して指示を出すことで、人以外の生き物たちを操ることができるぜ。知能の高い鳥や哺乳類だけでなく虫なども操れるぜ。A 組の中でも特に地味なキャラよね。佐藤力道。性格は単純明快、よく言えば素直だぜ。ケーキに限らず甘味全般を好み、ハイツアライアンスの自室にもオーブンなどを持ち込み、菓子を自作しているぜ。個性はシュガードープで、糖分 10g、角砂糖約3個分の摂取につき、3分間だけ通常時の5倍の身体能力を発揮するぜ。欠点としては使いすぎると倦怠感に襲われることや、燃費が悪く、消耗戦が苦手だぜ。A 組の地味キャラの一人ね。生じめぞ。寡黙で怖そうだが、実際は仲間思いなくうるがいだぜ。一部のセリフは個性で触手に複製した口が声を出しているぜ。顔を隠してるが、これは顔の傷を隠すためだぜ。生じはその異様の姿によって迫害されてたらしく、その時にできた傷らしいぜ。個性は複製腕で、肩から生えた2対の触手の先端に自身の体の器官を複製できるぜ。索敵、単純な格闘戦も強く、便利な個性だぜ。すごいインパクトのある見た目よね。次郎強化。サバサバした性格でロックが好きな人物だぜ。個性はイヤホンジャックだぜ。個別で動画を上げてるのでそっちを見てくれだぜ。次郎可愛いわよね。ゼロハンタ。気さくで明るく、物おじしない性格だぜ。劇中では何かと不遇な目に遭うことが多いぜ。個性はテープで、両チューブからテープのようなものを射出できるぜ。ノーモーションで射出、巻き取りが可能だぜ。一見地味な個性だが、高速移動や三次元的な移動、相手に巻きつけて動きを封じたり、トラップ制作などにも利用できるなど汎用性が極めて高く、また、非殺傷で敵を拘束できるという点で極めてヒーロー向きの個性だぜ。地味だけど使いたくなる個性よね。常闇文影。実直な性格でやや古風な喋り方をしており、書き文字がかなりの達筆だぜ。若干中に臭いところがあり、自室にも出ているぜ。自身の中にセンスにはコンプレックスを抱いてるようでいじられると怒るぜ。個性はダークシャドウだぜ。伸縮自在の影のようなモンスターを身に宿し、操作しての戦闘が可能だぜ。夜になると強いが制御が難しくなり、昼や光に弱く、光を発生させる個性とは相性が非常に悪いぜ。強力な個性だが扱いが難しいぜ。かっこいい個性よね。トドロキショート。クールさと熱さを秘めた人物で、個性は半霊半年だぜ。彼についても個別で動画を上げてるのでそっちを見てくれだぜ。トドロキかっこいいわよね。ハガクレトール。見ての通り透明人間で、常に個性が発動してるぜ。透明だが明るい性格で激しいアクションで異様な存在感を放っており、言動や手の動きからはノリがよく活発な性格が伺え、作中ではニコッなどの擬音で表情が表現されるぜ。ちなみに女性だぜ。個性は見たまんまで透明化で、戦闘には向かないが、偵察に向いてるぜ。また、透明ゆえに服は最低限の装備しかしてないぜ。てか攻撃に向かない個性なのにどうやって試験を突破したのかしらね。爆豪華付き。ヒロアカの事実上のもう一人の主人公だぜ。口が悪く、粗暴な人物で個性は爆破だぜ。彼も個別で動画を上げてるのでそっちを見てくれだぜ。そうね、緑アイズク。本作の主人公だぜ。人を助けることに憧れてる少年だぜ。個性はワンフォーオールだぜ。彼も詳しい内容は個別で上げてるのでそっちを見てくれだぜ。お願いします。ミネタミノル。
煩悩丸出しなスケベな人物だが、かなりの仲間思いだぜ。個性はもぎもぎだぜ。彼も個別で動画を投稿してるのでよろしくだぜ。そうね、八百万もも。推薦入学者の一人で文武両道な人物だぜ。副委員長であり、クラスをまとめることも多く、リーダー役をやることも多いぜ。だがたまにポンコツだぜ。個性は創造という、自分の志望から指定した物質を自由に作り出す作中上位レベルのチート個性だぜ。戦闘、索敵、救助、バフ、デバフにも使え、マジで使い方によっては万能だぜ。だが、万能すぎるゆえに頭の良さや起点を求められる個性でもあるぜ。作中でも相当なチート個性よねこれ。とまあ、1年 A 組のメンバーの軽い解説はこんな感じだな。青山、霧島、八百万、常闇あたりはほぼ確実にやる予定だが、他のメンバーは個別でやると言える保証がないぜ。要望が多ければやるかもしれないぜ。そういうことなのでよろしくね。ということで1年 A 組のまとめを終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、Twitter のフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。